はい、どうも皆さん、こんにちは。伊ずいかです。それでは今回なんですけども、マイナポイントを使う際のキャッシュレス決済でのおすすめはスマホ決済編ということで、前回の動画に続きまして、マイナポイントについてですね。この動画では、マイナポイントが始まる上で、スマホ決済各社がキャンペーンを打ち出しているので、まあ、それに関する簡単なまとめ動画となっています。で、今回はスマホ決済編としてまとめましたので、まあ、確認程度に見ていただければと思います。それでは行ってみましょう 一応ですね、この動画をアップする前に、まあ、一つ前の動画ですね、この動画で、 マイナポイントを徹底解説しますということで、マイナポイントとか何ぞやっていうような感じで簡単に解説をしてますので、まだちょっとマイナポイントについてイメージが湧いてない方はですね、先にぜひそちらを見ていただいて、その後に今からお伝えする動画の順番で見ていただければと思います。で、その時の動画でお伝えしたことの内容をそのまま引っ張ってきたんですけども、マイナポイント付与のために必要なものということで、3つまとめました。まあ、その時の動画でもお伝えしたんですけども、マイナポイント付与のために必要なものということで、今出てるような3種類を挙げさせていただきました。 まあ、2万円25%上限5000円分還元ということなんですけどもこれは最大の上限のまあ5000円分をもらうためにはチャージする金額として2万円が必要ですよということでマイナンバーカードプラス暗証番号に関してはもうこれはもうその名の通りマイナンバーカードと通知カードですねペラペラのカードは不可となっておりますそして3つ目のここですね今回のポイントでもあるキャッシュレス決済サービスということでこのマイナポイントをもらうためにですねこのキャッシュレス決済サービスが絶対必要となりますいろいろあるんですけども 今回はお伝えしたのはスマホ決済編ということになっております。で、さっき動画のちょっと頭の方にもお伝えしたんですけども、まあ通常であればですね、まあ25%還元ということで5000円付与とはなるんですけども、 ま、それに加えてですね、各決済会社のキャンペーンというのが、今は徐々にこう発表がされていましたので、現時点ですね、この動画をアップする7月4日土曜日の時点で、まあ、どれぐらいのキャンペーンが今出てるのかっていうのをですね、サクサクっとお伝えします。で、ちなみに今回対象となる QR コード決済、スマホ決済についてはこんな感じとなっております。で、今からお伝えする内容はこの青で隠ってるところですね、ここだけをピックアップしております。で、早速見ていこうと思うんですけども、まず PayPay ペペからですね。PayPay ペペではこちらのキャンペーンが出ております。今ならマイナポイントにペ PayPay を登録すると抽選で1等100万円相当当たるというようなキャンペーンが出ております総額1億円相当ということですねでその表がこちらなんですけどもまず1等が今お伝えしたように100万円相当これが10人に当たりまして2等が5万円相当150人 3等が5000円相当1500人。そして4等の500円相当に関しましては15万人の方に当たるということですね。これでトータル総額1億円相当ということになります。なのでまあ確実にそのマイナポイントの5000分もらえるプラスアルファでまあ抽選があるよということになりますね。 ま、ここ最近の PayPay ペペの傾向は結構なんかこう、抽選とかいうのが結構今トレンドっぽくなってきつつはあるので、まあ、ちょっとしたロマンを求める方はこの方法が全然ありなんじゃないかなと思います。次は D 払いですね。D 払いではご覧のようなキャンペーンが出ております。D 払い D カードでマイナポイント申し込みをしてチャージまたはお買い物をすると D ポイント最大5500円分不要ということになっております。まあ、先ほどもお伝えしたようにマイナポイントによる条件が5000円分までなので、まあ、そこまでもらえると。で、今回 D 払いの場合はそれに加えて D 払い D カードを 限定特典として500円分のポイントをもらうことができるということですね。これは D ポイントの期間用途限定となっております。 ま、なので、ま、D ポイント欲しいなという方はこの方法でもいいと思いますね。これは抽選ではなくて確実に500円分がもらえるということになります。続きまして、l i n e p a y です。l i n e p a y ではご覧のようなキャンペーンとなっております。マイナポイントを申し込みをして、l i n e p a y で支払いすると最大 5000LINE ポイントがもらえるということですね。で、それに加えまして、2020年8月の25日火曜日までに申し込みの方限定で特典クーポンが6枚から15枚必ずもらえるということになっております。で、もらえるのはマイランクに応じて、 1>, 1枚から3枚、プラス3ヶ月間のマイナポイント申し込みボーナス5枚ということですね。ちなみにラインペのマイランクはご覧の通りとなっております。レギュラー知ればゴールドプラチナということで、まあちょっとこれの、今回はこれのちょっと詳細をお伝えしないんですけども、まあ、プラチナの場合はこのような特典も受けることができますよということになっております。で、次はファミリーマートのファミペイですね。ファミペイの場合はご覧のようなキャンペーンとなっております。 ファミペイでマイナポイントを申し込みして、ファミペイチャージをすると、ファミペイから簡単申し込み25%付与ということですね。で、それに加えて今回ファミペイの特典はこのようとなっております。ファミペイでマイナポイント申し込みの方、先着10万名様にファミペイボーナスが500円相当プレゼントということになっております。まあ出てる期間はご覧の通りとなっていますね。まあ今回はこのファミペイを選ぶ場合は、先着で500円相当というところがポイントですね。 次は a u p a ですね。a u p a では a u p a a u p a カードマイナポイントキャンペーンということで合計上限6000円相当 a u p a さんの高に還元ということですね。まあ今左にも出ている通りとりあえずマイナポイントの5000円。それに加えてこちらのマイナポイントキャンペーンで上限1000円相当をもらえるということですね。 で、これに関してなんですけども、マイナポイントの還元額に対しての20%の au pay 残高を、まあ、還元ということで、それがとりあえず上限1000円相当ということになります。一つ気をつけてほしいのは、今回は au pay 残高となるので、あの、ポンタポイントではないんですよね。なのでそこはちょっと気をつけていただければと思います。続きまして楽天ペイですね。楽天ペイではご覧の通りとなっております。楽天ペイならポイント払いも対象で25%還元、楽天ポイント5000ポイントプレゼントということですね。で で,ですねちょっとこの楽天ペイちょいろいろ調べてきたんですけども、今のところ現時点ですね、7月4日土曜日の時点では楽天編は今のところなんかこう大きなキャンペーンはしてないんですよね。ですが、今ちょっと下の字幕でも出してるんですけども、楽天キャッシュと楽天ポイント、通常と期間限定を利用した決済はマイナポイント進展の対象ということになりますので、この期間限定というところが使えるのは結構大きいのかなと思います。 なのでまあ楽天ユーザーであればまあこういった方法の方がちょっとお得に楽天ポイントもらえるのかなと思います。まああとはですねちょっと他の決済会社さんのキャンペーンが出した後に その後にまた楽天ペイが出してきたらちょっとキャンペーン出してきたら面白いんじゃないかなと個人的に思っております。続きましてメルペイですね。メルペイではこ覧なキャンペーンが出ております。これちょっと最近出たばっかりなんですけどもメルペイとマイナポイントならメルカリでのお買い物で最大7000ポイント付与ということですね。で、こちらもキャンペーン簡単に3つにまとめさせていただきました。123ということでメルカリでのお買い物最大1000円残高チャージで最大1000円分ポイント付与そして総額1億ポイント山分けと いうようよな3つに分かれております。 ま、このメルカリでのお買い物最大1000円分に関しては、ま、結構前ぐらいからキャンペーン出てましたので、ま、結構見られた方も多いのかなと思います。で、最近出たのがこちらなんですよね。残高チャージで最大1000円分ポイント付与ということで、こちらですね、ご覧の通りとなっております。例えば、チャージ金額の合計として1000円から1999円をチャージした場合は、付与ポイントとして100ポイントがもらえることができます。で、最大の1000ポイント付与までもらいたい場合は、チャージ金額の合計が1万円をチャージすれば1000ポイントまで もらえるということですねそれでとりあえず最大1000ポイント付与のキャンペーンを受けることができるということですねでそれに加えて丸 ③ 番の総額1億ポイント山分けということで、まあ、これもですね数日前に発表されたばかりなんですけども ま、ご覧の通りとなっております。例えば、5等500円相当のポイントは、13万名様に当たるということですね。そして、1等の場合は、1000万円相当のポイントが1名様っていう、まあ、これすごいですよね。1000万円相当のポイントって当たるもんなのかなということなので、ちょっとこれは、これでちょっとロマンはかなりあるんじゃないかなと思います。以上がですね、こちらメルペイのキャンペーンについてでした。続きまして、先日ちょっと動画でもお伝えした、初めて紹介させていただいた、あの、J コインペイですね。J コインペイではご覧のようになっております。J コインペイを初めて、 マイナポイントをもらおうということですね。まあ、通常の5000円、上限の5000円に加えまして、さらにもらえるということで、マイナポイント申し込み時に J コインペイを選択したら、この500円をもらうことができるということですね。なので、まあ、J コインペイ使われている方であれば、まあ、こういった方法でもいいのかなと思います。確実に500円がもらえると。 それでは最後なんですけども、やはり最後といえばこちらみんな大好き、やっぱユーチューペイかなと思いまして、やっぱり最後に持ってきました。y o u t u b e の場合なんですけども、まあ先ほどから何度もお伝えしている上限の5000円相当のポイント付与ということで、それに加えて今回は、 ゆうちょペイポイントということで、まあ、今回ですね、ゆうちょペイポイントというのが出てきます。プレゼントキャンペーン実施中ということなんですけども、最大2000円ポイントまでもらえるということですね。で、このゆうちょペイポイントに関しましては、丸1番、新規インストールをすること、プラス講座登録をすることで500ポイントがもらえると。 これちなみにこのポイントは普通に500円とか嫉妬して使うことも可能となっております。で、丸2番のマイナポイントでユーチョペを選択した場合は1500ポイントもらうことができるということですね。なのでまあ初めてユーチョペを使われる方の場合は最大でも2000分までプラスでもらうことができるので、まあ結構これ大きいのかなというふうに個人的に思っております。で、最後に簡単にざっくりとまとめさせていただきました。まずそれぞれのジャンルでちょっと分けたんですけども、抽選の場合なんですが、 ペイペイとメルペイですね。ちょっとメルペイ色半分にしてるんですけども、ペイペイの場合は総額1億円相当のキャンペーン。そしてメルペイの場合は一部、まあ、抽選のキャンペーンも入ってるということですね。なので、まあ、もしこれを選ぶ場合、まあ、抽選、まあ、ちょっとロマンを求めたい方に関しては、まあ、ぜひこの抽選のキャンペーンですね。のスマホ決済とか選んでみるのもいいんじゃないかなと思います。続きまして、先着ですね。ファミペイの場合は先着の10万名様となっておりますので、まあ、もしですね、普段の私生活でファミリーマン あのファインペイをですね使われている方の場合はちょっと先着になるのでもしちょっと早い段階でもう予約そして申し込みされる方はこれを狙ってみるのもいいんじゃないかなと思いますそして最後確実ということなんですけど米印一部除くということでまず確実にもらえるのは D 払いラインペイラインペイの場合クーポンですねそして AU ペイの場合は最大の1000ポイントでメルペイは抽選もあるんですけども一部まあ確実にもらえるということもあるので一応確実の中に入れてますで J コインペイのプラス500円でゆうちょペイの新規 まあ、新規に関しては新規の方だけですね。あと YouTube を選択することで1500ポイントがもらえるということですね。なのでまあ手堅くいきたいのであればまあこの確実のジャンルを選んでみるのもいいんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで今回はマイナポイントそしてその中のスマホ決済の比較ということで結構簡単ではありましたけども動画としてお伝えをさせていただきましたまあ先ほどもお伝えしたように僕自身はもう少しちょっとキャンペーンが出尽くしたぐらいの時に何かしらの決済方法を選んでみようかな と思っております。 で、この後またマイナポイントの動画を上げる場合は、まあ、今回はですね、スマホ決済としてまとめさせていただいたんですけども、他にもですね、電子マネであったりとか、クレジットカード、それぞれ意外とこう、キャンペーンとか特典あったりするので、まあ、それはまた改めてですね、動画としてお伝えをしようかなと思っております。まあ、ぜひですね、現時点で私はこれを選びましたとか、僕はこれを選びましたとかがあればですね、下のコメント欄ぜひ書いていただければなと思っております。今回お伝えしたキャンペーンのリンクなどに関しましては、下の概要欄にもリンク貼っておりますので、ちょっと詳細気になるなっていう方いらっしゃいましたら、 ぜひチェックしていただければと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました